蟹光線。おい、地獄さえ行くんだぜ。おい、地獄さえ行くんだぜ。二人は、で、木の手すりに寄りかかって。デッキの手すりに寄りかかって、カタツムリが背伸びをしたように伸びて、カタツムリが背伸びをしたように伸びて、海を抱え込んでいる函館の町を見ていた。漁夫は指元まで吸い尽くしたタバコを唾と一緒に捨てた。巻きタバコはおどけたように、いろいろにひっくり返って、高いサイドをすれずれに落ちていった。彼は体いっぱい酒臭かった。ある深い太鼓腹を幅広く浮かばしている汽船や運輸最中らしく、海の中から片袖をぐいと引っ張られてでもいるように、思いっきり片側に傾いているのや、黄色い太い煙突、大きな鈴のような赤いブイ、南京虫のように船と船の間をせわしく縫っているランチ、ざわめいている油煙やパンくずや腐った果物の匂い、風の具合で煙が波とすれずれになびいて、むっとする石炭の匂いを、ウインチのガラガラという音が、時々波を伝って直に響いてきた。この蟹光線八甲丸のすぐ手前に、ペンキのはげた帆船が、へさきの牛の鼻穴のようなところから、光の鎖を下ろしていた。甲板をマドロスパイプを加えた外人が、二人同じところを何度も機械人形のように行ったり来たりしているのが見えた。ロシアの船らしかった。確かに日本の蟹光線に対する監視船。だった。俺はもう一問もねえ。こら。そう言って体をずらしてよこした。そしてもう一人の漁夫の手を握って。斑点の下のズボンのポケットに押し当てた。何か小さい箱らしかった。一人は黙ってその漁夫の顔を見た。ひひひひと笑って花よ。と言った。
ートデッキで将軍のような格好をした船長が、ボートデッキで将軍のような格好をした船長がブラブラしながらタバコを飲んでいる。ブラブラしながらタバコを飲んでいる。吐き出す煙が鼻先、吐き出す煙が鼻先からすぐ急角度に折れてちぎれ飛んだ。すぐ急角度に折れてちぎれ飛んだ。そこに木を打った草履を引きずって国も、そこに木を打った草履を引きずって、このバケツを下げた船員が忙しく、曇ったなんとかバケツを下げた船員が表の船室を出入りした。表の船室を出入りした。用意はすっかりできて、もう出るにいいばかりになっていた。用意はすっかりできて、もう出ればいいばかりになっていた。2種類選べる1100円パック。